台東区立浅草中学校は東京都台東区に所在する区立中学校。1学年は4学級編成、2学年、3学年は3学級編成。表現力育成授業というものをやっているため、年に数回 NHK のアナウンサーなどが講習を開く。その一環としてスピーチコンテストというものをやっている。また、 学力向上コンテストというものにも取り組んでいる。年に5回あり、漢字、計算、スペリング、社会、理科の5種類がそれぞれ行われている。他に生徒が作った朝中、仕草という9つの仕草がある。制服は女子が紺のブレザーに緑のチェックが入ったジャンパースカート、リボンはエンジン色。男子は灰色のスラックスに紺のブレザー。 演じのネクタイである。東京都台東区倉前1丁目 3-4AB。台東区立中学校案内。台東区。2019年12月10日閲覧。浅中しぐさ。台東区立浅草中学校。2021年5月14日閲覧。交渉、校歌。台東区立浅草中学校。2020年11月2日閲覧。遠隔概要。 台イトー .ed.jp 2021年5月14日閲覧朝中生の1年間台東区立浅草中学校2020年1月23日閲覧 AB 本校へのアクセス台イトー .ed.jp 2021年5月14日閲覧中学校台東区ホームページ w w w c i t y t i t o l g j p 2020年1月23日閲覧ありがとうございます。